JRA 検証場、JRA 検証場、JRA 検証場とは、中央競馬の発展に多大な貢献のあった競争場の功績を称え、後世まで検証していくために、日本中央競馬会30周年記念事業、昭和59年の一環して、制度を発足し1984年に制定されたものである。検証競争場は、電動入りに相当する。 競馬の伝道には調教し、騎手検証者と共に検証場の肖像が、ブロンズ像、関係資料が展示されている。現在の選考方法は10年以上競馬報道に、携わっているマスコミ、新聞関係者による選考投票を行い、1名4等までの連期式、該当話として投じることも可能。総投票者の四分の三以上の得票を得れば、選出という方式であり、 2015年より実施されている。選考は毎年6月に行われ、10月の競馬開催日に表彰される。選定対象馬は3月31日を起算日とし、競争馬登録抹消1年以上経過し、20年以内の馬である。現役馬や競争馬登録抹消1年未満の馬、競争馬登録抹消20年を経過した馬は対象外である。 以下は、選考方法の変遷を記す。1984年から2000年までは、下記の選定基準により検証場選考委員会の審議委員の4分の3の賛成により決定されていた。選定条件は以下の通り、この方式で最後に選出されたのは、1999年の待機シャトルである。 1990年には過去の競争馬に対するサイドの選考を実施し、テンポイント、小玉、スピードシンボリ、明治光が選ばれている。これは、制度制定時に、東証防衛を選出したにもかかわらず、その宿敵であったテンポイントが選出されなかったことに対して、関西圏を中心とする競馬ファンやマスコミ、関係者から批判がず、繰り返されていたことが大きいと、されるが、 他にも、三区の活躍、他の選出馬との比較などで最初期の選考の時点と、状況が大きく異なる馬が発生していたためである。また、第七法師優、竹ホープ、グリーングラスのように上記の条件を満たしながら検証、入りできかった馬もいる。特に第七法師優は今と違い大レースの数も、少なく天皇賞が勝ち抜け制度だった時代に8、大競争参照。 29戦23勝さらに中央競馬の連勝記録も保持するどの時代を代表する名馬だったが最初に行われた1984年の検証馬選考時に選出濃厚とされながら選考委員の一人が小柄な和格を指摘しサラブレッドとしての品格に欠けるとして強行に反したため選出されなかった二千一年からは現在とほぼ同じマスコミの投票による 先行方法になったが、競争場登録抹消からの年数制限はなかったため、竹芝オーラ競争場登録抹消20年以前の馬を押す子さんの記者と、エルコンドルパサー、スペシャルウィークら近年の馬を押す中堅の記者との間で票が分散する傾向にあった。そして2003年に投票対象となった、テイエムオペラ王が小馬中長距離 GI 完全制覇。 最多タイの GI7 賞、賞金世界記録などの実績をもってしても75%の得票率をクリアできず落選。これに関して JRA の HPE には抗議が殺到した。前年の TM オペラ王の落選を受けて競争が登録を抹消してから20年も経過しているとその当時を知る人間が少なくなること、繁殖場としての評価が定まることなどから、 競争場登録抹消後長い年月を経ている馬を投票対象とする選定方法の見直しが行われ、投票対象が登録抹消から20年以内の馬と制限されることとなった。この選考方法では2004年にテームオペラ王、2008年にディープインパクト、2011年にウオッカが選出された。2015年からは一人当たりに遠いないとしていた。 投票等数を4等以内に変更した。その理由は、JRA の発表によると、競争カテゴリーの多様化により、あらゆる路線から活躍馬が出ていることなどか評が割れ、検証馬が選出されづらい状況にある中、検証馬として、ふさわしい馬が適切に選出されることを目的としたもの。発表時期も4月下旬から5月上旬だったものが9月に変更された。 2017年は7月、2018年は6月に変更になった。この選出方法では、2015年に、オルフェーブル、2016年に、ジェンティルドンナ、2018年に、ロードカナロアが選出されている。それ以外の選出例としては、2004年の JRA50 周年事業、JRA ゴール、 デンジュビリーキャンペーンと2014年の JRA60 周年に事業の一環として選考方法に特例を設けた。2004年は当年から選定対象が登録抹消から20年以内になったことを踏まえて投票対象から外れた登録抹消後21年以上が経過した馬、1983年12月31日、 以前に登録抹消した馬についての先行1名2頭まで電気式投票にて行われ、総投票者の4分の3以上の票を獲得した竹芝王が検証馬に選出された。60周年の2014年は1人につき最大4頭まで投票可能にすることによりエルコンドルパサーが選出された。当馬は選定対象になった2001年から、 選出場が出た年以外はすべて高い得票率で1位の得票を集めていたものの選出に至らなかったが、ようやく晴れて検証場入りを果たした。親子での検証場選出、兄弟での検証場選出。二つの区分に分け、それぞれ2等まで投票可能。出展、JRA ホームページ。当年は、JRA60 周年記念事業の一環として、 投票者一人当たり最大四党まで投票が可能だった。出展 JRA ホームページ。従来の記者一人当たり二票までの投票を一人当たり最大四党に拡大して投票を実施。平成26年度は記念事業の一環であり、本年度から正式に投票数が拡大となった。出展 JRA ホームページ。 出展 JRA ホームページ出展 JRA ホームページ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。